皆さんこんばんは。小室よりのネットでウィークエンダー、今週も始まりました。 MC の涼次です。よろしくお願いします。ちょっと早かった、はーいっていうのがちょっと早かった、ごめんなさい。私が言わない時多いですからね、 MC の涼次ですよね、はい、すいません。ちょっとあの言っていく感じにしようかなと思ったんですけど、じゃあ次回からまた言わないように気をつけますね。はい、いいです、私は緑の人でいいですこの画面緑しかないのよ。緑と白と青しか黒しかないのよ、うんうん、私がいろいろやればいいわけ。いや、あのお花になっていただいてね。ピンクとか青とか緑だけ着なきゃいいのね、うん、あ、そうですね、緑だとちょっとかぶっちゃうんであの、まあ、別に着ていただいても構わないですけど、緑かぶりだけやめます、はい、了解です、はい、よろしくお願いします。はい、今日のネタいきましょうか。ちょっとね、朗らかな雰囲気で始まりましたけど枕営業なんて別に芸能界に限ったことじゃなくどこにでもあるのでしょうかっていう、これね、クオラっていうこの質問を誰かが投げかけて、それにみんながこう回答をするっていうサービスがあるんですよ、うん、ある、おしまい、以上、うん番組終わりいいですか、おしまい皆さんのね、あるでもそんなにね、思ってるほど多分ないですよ、皆さんが思っているほど、うん、芸能界じゃなくて、あのだから皆さんが思っているほどっていうのは、うん、あの AV で皆さんが見ているような感覚ほどっていうことですよ。保険の営業の女性がお家に訪ねてきてとか、うん、そうだったり、不動産の内覧会でとかね、うん、いっぱいあるじゃないですか、そういうの。え、マルルトの薬効、うん、ゴロ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 ってこう引いた人が来るとか、うん、まあね、そんなのはそんなにはないですから。で、まずメディカルライターという人がさっきの質問に答えました、はい、売春強要は明らかに犯罪であると、うんうん、枕営業と売春強要が混乱されている場合がありますというふうに、うん、前置きした上で、うん、ある事例を挙げてました、はい、飲食店の女性従業員が、まあ、キャバ嬢でしょうね、うん、キャバクラだと思います、うん、はい、店に来ることを条件に性交を行い、うん、性交相手のパートナーから慰謝料を請求された裁判がありましたが、うん、この裁判はパートナーが敗訴しましたと。そうなんだ、うん、判決の中から枕営業に関する説明の部分を抜き出します、はい、枕営業は有料顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動とし、うん、枕営業をする者が少なからずいることは高知の事実だと指摘し、うん、客が店に通って代金を支払う中から間接的に枕営業の対価が支払われているとして、枕営業と売春との違いは対価の支払いが直接か間接かの違いに過ぎないというふうに判決文にあったと。要は裁判所は枕営業をする者が少なからずいることは高知の事実だと判断していますというふうに、このメディカルライターさんは書いてるんですけど、途中でよく意味わからなくなりませんでした、これ聞いていて、うん、パートナーっていうのはこれ奥さん、あ、婚姻関係を結んでいる方にもかかわらず、うん、負けたの？そうです。普通これはあの奥さんが勝つんですよ、うんうん、結婚していたら、うん、それはね、不貞行為に当たるから、不貞行為に当たるから、うん、ダメなんですけど、これが分かりにくいのは、実はパートナーが訴えたのは女性従業員に慰謝料を求めたと、はい、いうことなんですよ。はは、要は、愛人関係であったと、いうことに対しての慰謝料を求めたんだろうと。なるほど。この裁判に関しては、うん、なのでこの判決文の中で言われているのは愛人関係ではなく、うん、単なるビジネスであるかどうか、それをここで判断しているということが書かれているんですね。なるほど、なるほど、はい、要はここに売春強要とありますけれど、うん、売春強要ではないんですね、この話は。そうだね、売春の話なんです。そうだね、強要、はい、はどこへ、はい、どこへで、それをもって枕営業をする者が少なからずいることは高知の事実だ
というのを、まあ、犯罪とするかどうかっていうメモはね、うんうん、まあ、メディカルライターさんとだけ書きましたけども、うん、いろいろね判断基準がこう途中で変わる人もいるかなと教養がどこかで抜け落ちてるって、うんうんうん、そうなんです。なので、まあ、これはあの、まあ、整理するとお店に通って代金高い代金支払ってるんで、うんうん、そこで対価が対価として払われてるんで単なる売春ですよと、うんうん、これが未成年だったら犯罪ですけどね、うん、はいはいはい、だからパートナーさんが言ってた慰謝料、うん、愛人だったんでしょ、うん、っていうところに関しては、うん、そうじゃないっていうこと、ということですね。なるほど、はい、これは混乱するな、うんうん、もう一個いきましょうか、はいはい、生命保険の営業ではあったと聞いています、うん、高齢者施設の掃除婦の方、うんうん、ですね、私保険の代理店でもあるんでね、これはちょっとあれなんですけど言いにくい、言いにくいというかよく聞かれるんです、うんうん、割と、うんうん、枕営業あるんでしょって聞かれます、うん、昔あったかもしれないですね、うん、あの日清レディとかね、そういう人たちがあの保険の営業の全盛大半だった時はあったと思います、うん、私が最初に保険代理店になって生命保険の資格試験をどっかで集めてやるんですよ、農協のホールとかで、うん、みんなで集まっていろんな代理店から集まっていって試験受けるんですけど、まあね、あのキャバクラかなって思うぐらいあの私キャバ嬢さんも風俗嬢さんも AV 女優さんもあの職業差別全くないんですけど、この人たちばっかりでこういう人たちの中で保険の試験を受けるのはどうなんだろうとは私は思いましたね当時ね。いや、あの、うん、きらびやかな方たちがいっぱいお集まりだったっていうこと、うん、若くて、きらびやかで、髪の毛が茶色というか金というか、はい、そうか、はい、そういう営業さんもいらっしゃると、うん、いやだって私農協の大宮の農協で受けたんですけど、うん、ホール何百人か入るところですよ、うん、半分ぐらいそういう方でしたよ。はあ、はい、でどこから来てるんだろうって見たら日本生命とか明治安田生命とか、はい、キラキラしてる、うん、まあありました、うん、ただあのそうそうないと思った方がいいとは思います、うん、でこれここにもそういうこと書いてあるんですよ、うん、満期金が億単位の大口契約ってめったにないですから、うん、はい、数百万数百万の単位であっても、うん、年に私 2,3 本あったかないかぐらいですね、はい、うんうん、まあ、億単位たまにあります確かに。でそういうのがある場合はあるかもしれないと、あったと聞いてますと。でこの人の経験談ですね、お知り合いが、はい、ここに書いてあるんですけど、保険御殿を建てられた方のお話ですって書いてあるんですけど、ゴルフ仲間グループ接待でね、生命保険の接待でゴルフ行きますよく、うんうん、はい、お仲間グループの一人から枕で契約が取れると、うん、よく読んでください。男性は必ず、必ずお酒の席で他の仲間に自慢をする。俺さあいつとやったんぜ、うん、言うよね、契約するとね、ね、うん、あいつとするなら俺にもやらせろと、うん、芋づる式に他の仲間からも大口が取れる、うん、ここ私読みましょうかどうぞ。私読みます。どうぞ、はいはい、読みます、うん、はい、どうってことないわ。ベッドの天井を見ながら、保証金出たら海外旅行でも行こうとか考えているうちに終わるからだそうです。ちょっとマリリン・モンロー的な感じを彷彿とさせてみましたけれども、まあ、マリリン・モンローも昔はやっていたなんていう回答もね、ちょっとこの中にあったりもしましたけど、あえて乗っけてないですけど、ここ、うん、そのゴルフ行った一人とじゃ枕で営業を取ったら、うん、他の男性に、うん、要はこれって宣伝してくれるってことでしょ、うん、
わからないですよね。この一人目の方は実際何かしらの愛情みたいなものがあってそういう関係になったかもしれない、うん、はい、でそういう関係の中で契約が取れたかもしれない、うん、でも男性は必ずお酒の席で他の仲間に自慢する、うん、もうね目に見えるようでや本当、逆に聞きたいんだけど、はい、そこに、ビジネス以外の感情があったとしたら、うんうん、俺あいつとやったんだぜって言う？難しいですけどね。言う？言いそうな気がしますね。スタッフさんにもちょっと聞きたいんだけど、うん、言うって言わないってみんな首振ってるけど、うん、言いそうな気しますよ。本当？要はそのこれはまあ私のあれですけど体験談ですけど、若い頃の交際の相手って、うん、そのなんだろう、私はですよ、友達に自慢できるかどうかっていうのは結構大きな要素だったと思います、うん、はい、そうか、そうか、うん、だから外国人でちょっと綺麗な子がグループの中に入ってきたりとかすると、もうその子を口説くために時々ともう頻繁に飲み会開くわけですよ、うん、でみんなも口説くから結局何にも成立しないんですけどそうそうそう、だからそういうところにやっぱり自慢したいっていう感情はかなりあると思うんですよ。そうか、はい、うん、じゃあ自慢のパートナーだったら、うん、飲み会の席でついつい言ってしまうわけね、うん、はい、だってね、私学生の頃から会社に入って仕事してましたけど、そこで飲み行くと大概こういう自慢でしたよ、うん、うん、社長から先輩からみんな、うん、何やった、うん、何回やった、うんうんうん、はい、やだやだ駅弁やったとか、え、駅弁やったとか、そういうのもあるんですか？わかんないけど、そういうのは私は知らないですけどね。あ、まあでもどこでやったっていうのはありましたね。あ、はい、ね、あんなところでとかね、あんなところ、こんなところ、そういうのもありましたね。でまあそこから、まあ、一人目がどういう関係だったかわからないけれども、そこから芋づる式に、あいつとするなら俺にもやらせろっていうふうに大口から芋づる式に取れるから、まあ、そこでお金一回初めて大きいのもらっちゃったかもしれないですよね、報奨金、うんうん、じゃあ芋づる式に10人からこの契約取れるならいいかなって思ったかもしれないです、うん、でも億単位ですからね、なかなかないですよ、うん、億単位の契約が取れるゴルフ仲間さんだったってことよね、まあ、そういうことですね、はい、うんうん、大体でもね、保険営業の人とゴルフに行くグループっていうのはそこそこお金持ってる人たちですよ、うん、まあ、億単位まで行くかどうかは分からないですけどね、うん、中でも多分そのあれだな、あるじゃないですか、ライオンズクラブとか、うん、JAC とか、いや言っちゃってる言っちゃってる、そういうところの結構偉い人たち、そういう中心になってるような人たちとか、こういう方たちと一緒にゴルフに行ける女性のこう、うんうん、お姿とか、うん、想像するにやっぱり、うん、いわゆる女性として、ね、うん、そう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 、お綺麗で、はい、スタイルも良くて、うん、器量もいいみたいな、うん、そういう方なんでしょうね、はい、うん、っていうことですけれども、うん、はい、で、ある福祉大学の学士を取られた方が、はい、ご意見ですね、これは回答というより枕営業はあってもいいよと、うん、お互いウィンウィンならってことですね、うん、はい、強要することはでもあってはならない、うん、男女どちらが持ちかけても妊娠のリスクの強要になりますから、それはダメ、うん、仮に妊娠となった場合に生まれてくる命に対して責任を負えるの？と、枕行為で仕事がもらえるかですが、もらえます、もらえなくても週刊誌に売るネタが手に入りますいいのか悪いのかどっちやねんっていう感じで最後にね言ってるんですけどね、ちょっとブレてるんですけどね、うん、私も売れるネタあればよかったな売れるほどのネタがない、うんうん、ない、まあね、この週刊誌に売るネタっていうのはね、某今ね話題になってるハーフのね、はい、女優さんのことを言ってるのかなと思いますけど、うん、私じゃあどっちって聞かれたら、はい、私も
当事者が良けりゃいいんじゃない、うん、っていう派です。まあ、おっしゃる通り、うん、強要はあっちゃダメだと思う、うんうんうん、けどどっちにも利がある話でしょこれって、はい、うん、であればいいんじゃね、うん、でこう思ったのが、うん、やっぱり性というもの、セックスというものとお金、はい、経済っていうのは切っても切り離せないところにやっぱりあるのよねっていうのは、うこうやって文字にすると再認識する。なるほど、経済、うんうんうん、経済を回している人って最終的にどこにお金を落とすの、うん、っていうと家、うん、美術品、うん、女、うん、なるほど、はい、この3つって最終的になるじゃないですか。家、美術品、女ね、うん、どれも全部女につながりそうですけどね美術品も女のため、マンションも女のため、そうね、はい、そうね、はい、そう、じゃあ最終的には女ってことになるんですよね。その中でも、はい、さらにこうちっちゃく分けていくと、うん、女の性、はいはいはい、言うなればセックスというものが、うん、もうお金以上の価値が実は男性にはあるからこそそこに怠慢をはたく、うん、っていうふうにも考えられるのかな。どうなんですかねそこは。だから私はそこはちょっとどうなのかなっていうのは思いますけどね、うん、やっぱり、まあ、最初自慢したいっていう感覚が強くあるのは最初あるのはね、まあ、私はですよありましたけど、でそこから先はやっぱり男性って家庭の中に何を求めるかっていう話になるんですけど、うん、やっぱり奥さんの笑顔なんですよ、うんうんうん、別にやれないから嫌だとか家の中が掃除できてなくて嫌だとか食事が嫌だとかそういうことって全くなくて、奥さんの笑顔しか求めないんですよねそこから先って、うん、でそれがずっと、ね、頑張っても出なければ別れることになるだろうし、出てれば多分外で苦労してても多分家で頑張れるんですよね、うん、でそれを元気にまた外でも頑張れるんですよ、うん、だからそこに、まあ、家とかねそういうところでお金をかけるっていうのはまたちょっとセックスとはまた違うのかなっていうのは思いますけど、うんうん、そこは女性も認識しておきたいところですよね、うん、男性が何のために頑張ってくるのか、うん、いろいろ言うけれども最終的には自分の笑顔のために頑張ってるんだっていうところの根底の事実を忘れないことっていうのはすごい大事ですよね。忘れないでいただきたいなと噛んじゃったけど、噛んじゃったね、うん、大丈夫噛んじゃったね思いますけどね、はい、まあ、この話だったらどっちも笑顔だからまあいいんじゃんっていうのが私の答えです。まあ、笑顔であればね、はい、うん、まあ、強要は気をつけましょう、はい、気をつけましょうじゃないです、ダメです、はい、じゃあ今日のお話まとめてください。まとめる？まあちょっとまとめにくいかもしれないのでちょっとだけネタをお出しすると、はい、この間びっくりした数字がありまして聞きましてね、うん、世界中のですよ、世界中のポルノ動画の6割は日本で作られているという、はい、素晴らしい、褒めていいのそれ、分かんなくなってきた。いいわけないじゃないですか、ね、お金につながっていると、そうね、うん、よし、わかりました、はい、まとめます、はい、まとめます、はい、枕営業を良しとするか否とするかはあなた次第、ただその先に皆さんの笑顔があればいいのではないでしょうか、ということですっきりまとめたいと思います。以上です。はい、今週の小村ゆりのネットでウィークエンダー、ここまでとさせていただきます。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ネタがない。